手旗に移っていきたいと思います。皆さん手旗って見たことありますか？ありますよね。あります。あります。あの赤上げて白上げてじゃないですけどね、多分皆さん一度はやられたことがあるんじゃないでしょうか。じゃあ店長お願いします。俺は館長にやってほしい。海上自衛隊で使用している手旗、まあ、通常の手旗は、左手に白、左手に白、右手に赤というふうに持ちます。保持して、じゃあお二人でちょっと一元角今にやってもらいます。はい、一元角、二元角、三元角、あれか、四元角に一回戻っていきます。はい、四元角、はい、五元角、はい、六元角、7、8、9、10。はい、ありがとうございます。というこの一つ一つの動作をいろいろ組み合わせて文字にしていきます。で、今からちょっといろはのい、ローマのろ、はがきのはと順番に打ちますので、その時に、カタカナをイメージしてみてください。ちょっと順番にやっていきたいと思います。いろはのい、はい、これでいの斜めの部分を表してます。わかりますか？カタカナですよ、カタカナ。はい、でこれで縦の棒線ですね。はい、今のでいいです。ちょっと早めに2をもう1回1ピという調整で吹いてみます。いろはの1、これでいろはの2です。じゃあローマのロ、カタカナの口ってあのロです。ロを吹いてみます。ローマのロ、転落防止のためネットを張っておりますが、わかりましたか？わかりましたか？身を乗り出すなどの行為は絶対しない。はい、そうですね。で、続き、はがきの歯、はがきの歯いきますよ。カタカナイメージしてくださいよ。はがきの歯。はい、わかりました。はがきの歯。これちょっと逆じゃんって思うかもしれないですけど、まあ、はがきの歯はこうやって表すというところです。よろしいでしょうか？飲み込めました？大体みんな。あ、OK ですね。はい。で、ここから、手旗のクイズ、行います。このお二人が、この二人がですね、今から一文字ずつ、一文字だけを、手旗で表示します。で、分かった方は、挙手でお願いします。僕、またスーパープレミアムシールあげに行くんで。はい。よろしくお願いします。止まりました。それではですね、前方2走、皆さんの向かって左、前方2走から打っていただきます。よく見て、分かった方、挙手でお願いします。カタカナですよ。もう一度します。分かった方、いらっしゃいますか？分かった方。子供がいいな。はい、はい、男の子ですね。はい、はい、ルーです。正解、ありがとうございます。もう一問出していただきます。はい、はい、行きます。
はい、はい、どうぞ。はい、いかがでしょうか、わかります。はい、はい、あ、いや、そ、後ろのちょっと開けてもらっていいですか。はい、ふぅどっちか。はい、な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 、正解です。ありがとうございました。はい、というようにですね、これちょっと皆さんパッと見ちょっと分かんないくて、まあ、僕らは先ほど話した通り、広島の江田島というところで半年間これをやり続ける。そうすると、とっても超人的な速さで打てるようになるんですよね。でそれも超人的なスピードでも取れるようになって帰ってくると、受信できるようになってくる。ではその超人的なスピードで打つ佐々木基礎をちょっと見ていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。今2万文字ぐらい打ったの分かりますか。僕にしか分かんなかったですね。はい、実際は7文字ぐらい打ったんですかね。はい、っていうのをもう僕らはすぐ取れるように訓練されて帰ってくるというところであります。それではですね、ただいまからまた1日館長から、問題が特別にスペシャル問題が出ます。皆さんなるべく小さい子が手を挙げてください。僕がいくらでも助け舟を出しますので安心して安心して手を挙げてください。それでは1日館長、はい、お願いします。よろしくお願いします。館長、注目お願いします。はい、問題です。はい、はい、はい、以上です。今の今ので分かった方いらっしゃいますか。もう一回いきましょうか。もう一回、もう一回いきます。はい、ここで一文字。はい、ここで一文字。はい、以上です。3文字打ってますよ、3文字。3文字です。分かった方、挙手お願いします。とりあえず手を挙げてくれれば僕が何とかします。ですね、はい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 、おぉー、こちらです。わかりました。はい、いかこ、正解。はい、取ります。はい、もう一度いきます。はい、取ります。はい、引き続きもう一度いきますね。いきます。